パパの運転する電車早く乗りたいな。もう少しだから待ってろよ。うん。じゃあパパに行ってらっしゃいしよっか。行ってらっしゃい。行ってきます。早速12コール運転してみろ。はい。確認するとこあんだろ、忘れんな。すみません。一個のミスが大事故につながるんだぞ。まだダメだな、勉強してこい。はい。ソウスケのために頑張らないと。停止位置よし、時刻オーライ。よし、いいんじゃないか。ありがとうございます。次からは一人立ちだ、頑張れよ。はい。ソウスケ。何？パパ運転士になれたぞ。本当？本当だ。今度ママと乗りに来てな。やったー。パパすごいね。うん、僕の自慢のパパさ。まもなく大宮、大宮到着です。停止位置よし、時刻よし。うわー、パパが運転してるよ。ソウスケの自慢の父親でいないとな。停止位置不良は立派な事故だぞ。すみません。一つの確認ミスがこういうことにつながるんだ。はい。ミスが続くようなら運転手もやめてもらわねえとだな。それだけは勘弁してください。もう絶対ミスをしませんので。頼んだぞ。はい。お帰りなさい。おう、どうかした？パパ、明日またパパの電車乗りに来ね。来なくていい。え？運転は遊びじゃないんだ、邪魔するな。そんな言い方しなくてもいいでしょ。うるさいな、ほっといてくれ。どうしたんだろう。もうミスできないぞ。集中しろ、集中しろ。嘘だろ、こっち来んな。以上。危なかったのよ。もう無理だ。大変な目にあったな。はい。大丈夫か、顔色悪いぞ。大丈夫です。あんまり無理すんなよ、しばらく車掌業務でもいいんだぞ。だから大丈夫です。僕は運転士じゃなきゃダメなんです。なぜそこまで運転士にこだわる。僕は息子の自慢の父でありたいんです。だから運転士を続けさせてください。お願いします。わかった。時刻よし。大丈夫だ、普通に運転したらいいんだ、練習通りに。以上。おい、何があった。すいません。え、何もありませんでした。何やってんだよ。ソウスケ、ちょっといいか。何？パパな、運転士できなくなっちゃった。え、なんで？ごめんな、パパがこんなんだから。パパは頑張ったんだよ、たくさんの人を電車で運んで笑顔にして。自慢のパパになれなくてごめんな。大丈夫だよ。え、どんなパパだってずっと僕の自慢のパパだよ。ソウスケ、前みたいに笑ってる優しいパパが好きだよ。ありがとな。じゃあほら、お花見行こっか。じゃあ僕が弁当作ってあげるね。作れないでしょ。にひー。